ソユーズトマ -09M は国際宇宙ステーションへの往来を目的とするロシアのソユーズのミッションである。第36次長期滞在の3人の乗組員を輸送した。トマ -09M は1967年の最初の打ち上げ以来ソユーズによる118回目の有人宇宙飛行である。ソユーズは緊急脱出船として第36次長期滞在及び 第37次長期滞在の間、宇宙ステーションとドッキングして宇宙に泊まる。打ち上げ時と同じ3人の宇宙飛行士を乗せて、2013年11月11日に、帰還した。ソユーズトマ -09M の乗組員は、ロシア連邦宇宙局のヒョードル・ユール・チキン、アメリカ航空宇宙局のカレン・ライバーグ、欧州宇宙機関のルカパルミッターノである。2013年5月8日に、 赤の広場に記念旅行に行ったソユーズトマ -09M の乗組員ソユーズトマ -09M は2013年5月28日20時31分にバイコヌール宇宙基地のガガーリン発射台からソユーズ FG ロケットによって打ち上げられ打ち上げの9分後に宇宙船はロケットの上段から切り離されて低軌道に投入されたこの飛行では ソユーズとママイナス A8M と同様に ISS への特急フライトが採用され、5月29日2時10分、打ち上げからわずか6時間以内の最初のランデブー時にミニリサーチモジュール1の地球側のポートへのドッキングが行われた。打ち上げから5時間39分0 5秒でのドッキングは ISS ミッションとしては最短記録でのドッキングとなった。 11月1日には、ソユーズとが -11M の到着に備えて、ドッキングポートの移動を行うリロケーションが行われ、ズベズダ後方のドッキングポートに移動した。ありがとうございます。